界で夢を追いかける若きアスリートたちを応援する番組、ダイヤの原石よ、いざ明日へと羽ばたけ、君こそアスリート。君こそアスリート。今日はリベルタサッカースクール松川、5歳から小学6年生まで51人が毎週木曜日、福島市の森合小学校で練習しています。リベルタは2001年に開設したサッカースクール。運動面や体力面だけでなく、子どもたちの人間力の向上を目指し活動しています。まあ、上から目線じゃなく本当に横から目線っていうのを意識して指導しておりますので、本当にこう活発な意見が子どもたちからこう飛び合うようなスクールになってます。練習内容は主にボールコントロールを中心に基本的なところから始めています。ボールの持ち方、置きどころですね、そういったところをドリブル等を中心にメニューを組んでおります。じゃあサッカー好きな人、サッカー、はい、はい、サッカー好きな人、シュート練習、シュート練習が好き、リフティング、リフティングが好き、先生が面白い、先生が面白い、ありがとう、はい、他に技術面の他に、子どもたちには元気に楽しくプレーしてもらうように心がけています。強さの秘密はスクールノートです。サッカーと生活面の目標を自分で考え書くノート、スクールノートを通して子どもの心の成長を感じています。親には話さないことをこう書いてたりするから、なんかこんな風に考えてるんだななんて知ることができます。自信がついたなと思います。サッカーのおかげで自信を持ってできるようになったんじゃないかなと思っています。子どもたちはさまざまな目標を持っています。シュート力をもっと強くすることです。走ってチームに貢献することです。人よりも練習してサッカー選手になって活躍することです。目標を目指して頑張れ、リベルタサッカースクール。